はいどうもお疲れ様です。9月6日朝6時19分の相場解説です。いきなり見てるのが1分足なんですけども、窓開けまくりですよね。いや、こんなね、チリチリのチャートを見てもしょうがないですね。完全にランダムウォークですよ。ただ全体的な流れはそれでも追っていけるのがあって、こういうふうな下げトレンドとかね、上がりのトレンドとかね、こういったものは追っていきますね。ただやっぱりランダムウォークですよ。こんなんで、 あれですよね。投資はできませんね。<laughs> 台風みたいですね。だから1分は見る価値なしと私は考えています。はい、じゃあ1時間が一番バランスがいいなと思うその1時間なんですけども、1時間ではね、フォーメーションが見やすいんですよ。例えばこの三角形。ね。あの、下に行く売りの圧力が整理されていって、その分だけ、買いの利食いが調整して上の方に上がっていってない。その三角形が綺麗に見えます。ですんで、この、アセンディングトライアングルはね、 上昇する直前だと思います。で、それを邪魔するのが、この、140の805とかね。まあ、C って言えばここですね。140の670です。ですんで、今日、気をつけないといけないポイントは、まず、ブレイクするかどうかです。ブレイクね。ブレイクした後で、140の670を超えたらエントリーが望ましいかなと思います。そこでも怖い方は、140の805を超えたらエントリー。この二つじゃないですか。 ブレイクしていきなりエントリーするのはさすがにね、上級者でも知らないしないですよ。やっぱり、えー、そこそこの力を持ってる人は、えっ、ー、と、今から10ピップスぐらい上昇した時、これをブレイクとしてですね、140円の670、ここで一つの判断ポイントが来ます。その次、140円の805を突破したらエントリーする。これは中級者、初級者の方が揃ってすればいいんじゃないですか。そうするとほとんどの資金が上昇で向かっていきますんで、141円を突破するというシナリオが書けます。 まあ以上で今日話すことは終わりです。ね、FX オリガルヒの方も、それから速可塾の限定動画をご覧の方も、まあ今日は勝ってください。昨日はね、様子見でも良かったんですけど、今日は勝てると思います。ただし、勝ちを約束してる発言ではないですよ。その可能性が高いから、そういう風に判断した方がいいよってことでございます。最後にエントリーボタンを押すのはあなたです。自己責任でよろしくお願いします。